当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことをやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。ではデザインはこれなんだよね。これだから、これはいらないな。これをこうやって黒塗って、でこれにかけるから、この2つはいるでしょ。ほんでこれはちょっと淡い色のようなやつだから、濃い色のやつ塗るときは、ではまず小さいのからいくか。これね、光を嫌います。暗くします。これはわざと暗くしてるよ。まずはシルクスクリーンを準備します。暗いよ、ここからは。したらシルクスクリーンを準備したら、これにグッと貼ります。次、 T シャツくんワイド電源オン、久しぶりだ。だいたい4分30秒スタート。観光させます。その後水で洗うから水場に移動します。4分30秒待ちましょう。そしたらできたでしょ。できたら取る。あ、取れた。軽く水で洗います。こうやってね、抜けた。ほら、これを一回ね、外して、じゃあ大体の位置決めをしていこう。こうだろ、こうやって、あ、いいな、こうやって、こうだから、あ、いいじゃん、こういう感じだ。こうだから、ハムができたら、まずはこいつやってこう。合わせ、下合わせ、上のあれも OK。 したらインクをのせる。インクはちょっと硬いけど、まあいいか、大丈夫だ。したらスキージで一気に、はい、おしまい。
そしたら取る。はい、一発目ベースは完成。洗っていきますわ。ってことでね、今回はつなぎが5枚、作業服が2枚かな。まあそれにねプリントしていきました。まあ作業服なんかもともと汚いもんですからね、汚いものっていうかもう汚く汚してあるものをプリントしてます。まあね、この作業中にこうバックにこうグッドラズのロゴが見えるようにちょっと意識して作りましたが、まあこの T シャツくん結構いろんなものにねこうプリントできるので結構ね楽しいです。ただこうやって重ねたりすると重ね塗りっていうのかな、ドクロの顔の部分は黒ベースに重ねてるんでめちゃくちゃ手間かかります。丸1日やってました。これ結構時間かかるんだよなこれな。まあ、ってことでね、今回は作業服、あとはつなぎ、まあ、外で作業したりするときにこう着るつなぎだとか作業服にプリントをしてみました。まあ本当はもっと前にやる予定だったんだけどね、いろんなことやりすぎちゃって今になっちゃって、本当は夏前にやってね、まあ車の作業とかの時につなぎをね着ようと思ってたんですけどね、まあ今の時期になっちゃったっていう。まあ今回使ったのは T シャツくんっていうそういうあれキットがあるんですよね。そういう風にプリントできる版を作って、あとはこうやって擦れるやつがあるんですけど、それを使いました。それのまあでかいやつ、 T シャツくんワイドってやつかね、でっかいやつを使って作りました。これってたまに自分で着る服にはこうやってデザインをして、でデザインを書いて、そしてまたこう擦って自分の服を作ってはいるんですけどね。で今回はこういう感じ、グータラーズのロゴに、グータラーズのロゴにドクロで持って、スーパースネップ、スーパースネップの意味は調べてください。表側はねちょっとだけ、グッドラズのロゴだけ一箇所ポンって入れました。まあもともとこういう風に汚いんですよ、作業服ですから、もう汚れてるものにこうやってるんですよで、まあ YouTuber 結構やってるじゃないですかね、自分の
なんていうんだ、作業服とか服とか T シャツとか作ってるんだけど、作ってますよね。まあその真似してね、それ真似して金がねえから自分でやるっていうね自分でやってみました。まあこれ誰かにあげるとかないからね、誰かにあげるとかありませんから、自分で着るだけです。これからまあ冬前に1回 FD の作業とかもあるので、そういった時にあの出てきます。たまに出てくる、うん、まあ外作業の時に着たりするのでね、その時ああの缶のやつだって思い出してまた見てくれると幸いですってことで、今回はね作業服、グータラーズの作業服作ってみました。本日もご視聴ありがとうございました。いや、かっこいいな、これ。かっこいいよね。ちょ、かっこいいんだけど。